将棋将棋の先方島飛車島飛車は将棋の先鋒の振り飛車の一種である。先手ならば飛車を六筋に、後手ならば飛車を四筋に振る先鋒である。島とは振った位置が左から数えて四マス目であるからである。振り飛車の中では当主のバランスが優れており一番一般的な先鋒である。玉の囲いは身の囲いに組むのが一般的。 しかし、場合によっては、威力のままであったり、逆に、穴熊囲いまで固めることもある。選局次第では、向かい飛車や中飛車、石田流に組み直すなど、非常に柔軟性が高いのも、よく刺される理由である。島飛車に対する戦法としては、拒否車船囲い急戦といった、急戦、左美野や拒否者ア車穴熊といった、時急戦があり、現在では、 それぞれかなりの部分まで定席手順が整備されている状況である。現存最古の寄付である1607年6月の初代大橋総慶と本因坊三佐の対局でも後手三佐が島飛車を用いている。大山康春は振り飛車党に転向後、島飛車を特に愛用し、山田道義など若手の挑戦を次々と退け、前世紀を築く。 大戦以降、島飛車を得意とした騎士は、森康秀光が挙げられる。森康は粘り強い受けを得意とし、ダルマ流と呼ばれた。大戦、森康前政時に、高橋道夫がまとめた、緊急レポートい飛車 VS ブリ飛車プロ館における、最近の序盤傾向の研究第一回島飛車編によると、1981年12月から1982年11月までの、 公式戦での統計で、この時島飛車は三百六十七局あり、さらにそのうち振り飛車ナグマが五十三局である。そして、拒飛車側の作戦として、拒飛車グマが六十六局、左美野が七十局に上り、すでに、これらが主流戦法と化していた。以下、棒銀が二十六局、四六銀戦法が三十六局、五筋くらい取りが四十六局。 極頭くらい取りが17曲、六筋くらい取りが8曲、三八飛先方が11曲、引き角が6曲、腰掛け銀が6曲、その他が22曲という結果である。そのうち棒銀については伊飛車が14勝しており、この頃にはノーマル島飛車側の対策、森安流の四三金や四二金の待機策が確立していて伊飛車側を悩ませていた一方で、 三二金の左金策も使用されていたが、この左金策の勝率がかんばしくなかった。四六銀先方は三十六局のうち四六、銀左先方が二十六局で、そのうち三二銀型策への山田定石が三局、指されていて、いずれも一飛車の八八つのうちに五四角を採用、島飛車側が二勝、している。五筋位取りは、 先手6筋の不交換型は6に引と迎え撃つ、手によって数年前に比べてやや減っていて反対に右辺攻撃型に手を求めている傾向が見られた。島飛車側も巨飛車が5筋の位を取ると同時に4筋の位を取る手も数局見られた。大戦と森安が死去した後、トップ騎士の間で島飛車を指す騎士は不在となり一時下火となるが、 拒否者等から転向した小林賢治が独自の研究を加えたスーパー島美車を引っ下げて注目され、島美車の流行は復活した。1990年代後半には藤井武氏が藤井システムを確立させるなど研究は著しく進歩し、谷川浩二らの従来拒否者等の騎士とみなされていた騎士が後手伝いに島美車を採用することも多くなった。 また、アマチュア由来の戦法である、立石流島飛車も登場した。島飛車の対局数の推移のうち、角道を止める島飛車の対局数は、平成元年度329局から、この間、平成7年度は、対左美野に加えて、対居飛車アナグマの不人システムが登場したが、平成8年度から、上昇傾向を示して13年度の636局が、 ピークで、その後年々下降傾向となる。島飛車が激減した理由は、居飛車の対策が進歩して、他の不り飛車や巨飛車に転向する島飛車等が多かったためである。なお、平成8年度の468局から9年度に534局へと、対局数増加は、島飛車穴熊の増加が見られた。そして2000年代以降、 プロ棋戦において島飛車が刺されることが少なくなっていく。平成19年の312曲から平成20年度に185曲となって200曲を切るまでになる。2006年度まで20%台を維持していた全体曲における島飛車の採用率が2007年度には15.8%、2008年度も13.6%となっている。 2008年には、藤井システムの創始者である藤井武氏も異比者を施行するようになり、矢倉島に転向とも評された。ご期限中比者の流行のほか、虚比者対ブリ比者のいわゆる対抗型では、拒比者側の研究が進み、島比者側の対策が間に合わなくなってきていることも大きな理由とされている。しかしながら、広瀬明人が、 拒否者アナグマに対し分が悪いと見られていた島アナグマを連続採用して平成22年に王いを奪取し一大フィーバーを巻き起こすなど状況は常に流動的である。この年184曲中64曲が島ア,アナグマだった。ここ数年は20から35%が島ア,アナグマで身の囲いが減った分アナグマ割合が増加している。 序盤早々に、核交換をした後、島飛ナグマに移行する、レグスペ戦法もプロはまとわずよく刺されている。また、平成24年頃から藤井武氏を中心として、核交換島シャと呼ばれる核道を止めずに島シャに、フル戦法も刺されるようになってきている。ブリヒシャには、核交換、という格言に反し、かつ手ンが多いため主役の座にはなかなか至らなかったが、 第53期王位戦で挑戦者の藤井が、ハブヨシ相手に何度も採用し、ほとんどの対局で序盤の段階で優勢になったことなどから、後に、ハブ自身も王座戦で採用したりと、その優秀性が認められつつある。平成元年度から平成23年度にかけての戦績としては、 島飛車全体では、島飛車先手で二千五百八十六勝、島飛車後手で千六百九十四勝。先方別では、拒飛車船囲い9 0七銀型では、島飛車先手で四百二十七勝、島飛車後手で二百四十三勝、右島飛車では、島飛車先手で三十六勝、島飛車後手で六十勝、五筋くらい取りでは、島飛車先手で百四十三勝、 島飛車後手で49勝。玉らい取りでは島飛車先手で87勝。島飛車後手で60勝。左美野では島飛車先手で211勝。島飛車後手で153勝。拒飛車穴熊では島飛車先手で227勝。島飛車後手で97勝。松尾竜穴熊では島飛車先手で24勝。島飛車後手で9勝となっている。ありがとうございます。